プルンバンは、鉛と、水素から構成される金属水素化物である。プルンバンは、熱的に、不安定で、水素原子を失いやすく、その特徴はまだよくわかっていない。プルンバンの誘導体には、4フッカ鉛、PBF4、テトラエチル鉛 4PB 等がある。最近まで、プルンバンが実際に合成されたのかどうかは、よくわかっていなかったが、1963年、 ノルフェルドとスベックは質量分析で PbH4 を観測したと報告した。プルンバンは何度もディラック・ハートリー・ホック方程式による相対論的量子化学の計算の対象となり、メガヘルツ4またはメガヘルツ2という化学式を持つ金属水素化物の安定性、立体配置、相対エネルギー等の研究が行われた。プルンバンは 不安定な無色の機体で、放水素化合物の中では最も重いものである。さらにプルンバンは、鉛原子と水素原子の平行距離が 1.73A の四面体構造を持つ。重量パーセントでは、1.91%の水素と98.09%の鉛から構成される。プルンバンの中の水素と鉛の酸化数は、鉛の電気陰性度が、 水素のものよりも高いため、それぞれプラス1とマイナス4である。メガヘルツ4という化学式を持つ金属水素化物の安定性は M の元素番号が大きくなるにつれ低下する。一般的には金属水素化物は気体上の水素が金属と反応できるときに生成される。これらは可燃性の高い水素ガスを貯蔵することができる。初期の研究で PBH4 はより軽い同族体と比べて不安定であることが明らかとなり、ゲイ4や SNH4 を合成するのに用いる方法では生成できなかった。近年、プルンバンは硝酸ナマリ PB2 と水素化放素ナトリウムナバ4から合成された。さらにプルンバン合成の非発生機構も開発された。2002年、1、X らは、 レーザー切除による PBH4 の生成を研究し、赤外線バンドによって同定した。ありがとうございます。